かわいい。また買っちゃった、これ。見てこれ。ああ。私買うじゃんねーって思ったやつ。皆さん、こんにちは、千秋です。今日はひょんなことから、御殿場アウトレットに来たので、今から爆買いできたら爆買いします。なんかあるといいな。皆さん、こんにちは、千秋です。今日は、久しぶりに購入品開封動画をします。なんかちょこちょこお買い物をしてたら少しずつ溜まってきたので、ファッションと日用品とジュエリーがいろいろあります。ハイブランドも 1,2,3,4,5 個ぐらいあります。じゃあまず日用品からで、最近このテクラのタオルをまとめて買ったので紹介します。このロゴがおなじみのテクラのタオルは、まあ、1個だけ持ってたんだけど、なんか肌触りがいいなと思って、ちょっとこの機会にまとめて買いました。これがハンドタオル、こっちもハンドタオル、これはこれぐらいの大きさ。あとはもうちょっと大きめのタオル、これぐらいで、もう一個同じぐらい大きいタオルを買いました。これはこうやってタオル掛けにかけてもいいし、海外のインテリアみたいにここでこうやってかけたり、あともうここでこうやってかけたり、いろんなかけ方があるから買いました。このさ、このロゴ、このおなじみのロゴがテンション上がるから、できれば家中のタオルを全部これにしたい。だけどさ、これちょっと高いからさ、一気に全部変えるのはちょっとひよって、ちょっとずつ変えようともしてる。でもバスタオルも洗面所のタオルもキッチンのタオルも全部これになったらいいよね。予備のタオルも全部そうにしたいなってちょっと思ってます。なんかね、ふわふわして気持ちいいです。そして、あと日用品といえば、これをアマゾンで買いました。海外旅行とか好きなんですけど、使ってたその何これ、エア枕がなんか空気が抜けちゃったので、ちゃんと買いました。アマゾンの、なんだろう、こういうやつ。こういうやつです。で、これ。ここで、プーって膨らまして、首にかけて、で、ここで、調整するみたい。首の長さとかを、こうやって。なので、なんか子供も大人も男女も、兼用でいけそうです。まだこれね、使ってないからどうかわからないけど、よかったら、家族分買います。で、私が選ぶときはやっぱ小さくなること、もうさ、荷物はもう少ないのが正義っていう性格なので、なるべく、ちっちゃくなるやつ。で、これはなんか重くなくて、これぐらいちっちゃくなるので、買ってみました。海外とかに行くとさ、外国の方は、もう、
持ち込みのスーツケースにさ、そのまんまの枕はボンってくっつけてるじゃん。スーツケースのこうギュッていう持ち手のところにさ、あれも憧れるけど、なんか邪魔だもんね。だからこれぐらい、こんなちっちゃくなるよにしました。色はなんか2択ぐらいしかなかったので、こっち、あとは、あ、これキティのミニバッグポーチ。このキティちゃんのこの90年代のキルティングのシリーズが好きで、このミニポーチを買いました。これはこのパールのところがこう取り外しできるので、私がいつもやるパールの長い斜め掛け用のパールの紐をつければこうやって斜め掛けバッグになるじゃん。ちっちゃいだけど、まあ、中はこんな感じ。ここと、ここにちょっとポケットがついてて、裏にこの定規のこういうのがついてるけど、ちっちゃいけど、まあ多分スマホも入らないけど、ミニポーチにもなるから可愛いなと思って買いました。あとは、いつものブランドバッグに、これを、このキーホルダー、キーチェーン代わりにデコってつけれるなと思って。でさ、これも買ったんだけど、おっきいのも欲しくて両方買いました。さ、こっちにもこういう持ち手がついてればよかったんだけど、こっちはただのポーチだから、ここのね、横にね、この持ち手のところがついてないの。だからこれはただのポーチ。ここ中はこんな感じ。中は結構大きくて、スマホも入ると、スマホもお財布も入ると思う。ポケットはない。あ、中にポケットがあるぐらい。だからさ、これだったらさ、結構な大きさのミニバッグになるから、ここにこの引っ掛けるところが、金具がついてたらこうやってバッグになったのになと思うけど、これはついてない。でこっちはすごいちっちゃいけどついてる。これつけれるかな、多分つけれないな。でもこれもうどっちか選べないので両方買いました。かわいい。でキティちゃんつながりといえば、これ買った。これは100均どこだったかな、ダイソーかキャンドゥか、100均で昔のキティちゃんっぽいので買いました。こういうね、ワッペンは何かにつける。何につけるか決めてないけど何かにつける。これは昔っぽい70年代っぽいキティちゃんだから買いました。あとはあ、これ買った。これね、見て、たまごっち。たまごっちの、リップ。なんかこれをパって、お店で見て、わー、かわいいと思って、たまごっち型の、リップ&チーク。で、なんか、思わず、わーってすぐ飛びついて、即買いしたんだけど、後で気づいたんだよね、私たまごっち世代じゃないんだよね。こちら可愛いでしょ。たまごっち世代じゃないの。だって私さ、ポケットビスケットとか出してた方だから、もう出してた方なの、もう大人として。でよく考えたら私たまごっち全然やってないんだけど、ポケットビスケットしか。だけど買った。あれでもやっぱたまごっちやった記憶があるや。なんかたまごっちに夢中になってた記憶がある。でもだいぶ大人だったかもしれない。でこれを買って、中がこれ、なんかリップにもチークにもなるみたい。もうどんな色かは知らないけど買った。なんか他の色もあったよ。
だから世代の人は買ったらいいよ。かわいい。買ってから気づくの恥ずかしいよね。わあ、たまごっちだって言って買ったのにさ、よく考えたら世代じゃないやっていう感じ。でもかわいい。あとは、あ、なんかね、待って、あ、お洋服にしよう。次は、こちら。これもう一回着ちゃったんだけど、ユニクロ？普通のね、ミッキーの、普通のシンプルな T シャツが欲しいなと思って、ミッキーの T シャツってさ、もう古着もあるし、もういつの時代もあるじゃん。で、今現行で出てる中で、一番シンプルなやつ探したらユニクロだったの。って言ったらね、子供服だったの。なので私は、子供服はね、140センチ。これがね、ちょうど良かったです。でも多分、150とか160ぐらいまであるから、子供のデザイン、キッズでよくお洋服を買います。で、ミッキーがマイブームだから、こちらも買いました。古着屋さんで。じゃーん。前は、まあ、胸元にシンプルなミッキーなんだけど、後ろが可愛いの。見て、ほら。私の大好きなヤシの木。ミッキーとヤシの木で、まあ、一色で、もう多分だいぶボロボロの古着。可愛いでしょ？可愛いでしょ？これは古着屋さんで買いました。うん。古着の匂いがする。あと、たまには無地の T シャツを買います。で、こちら。ヘインズのこのシリーズ。このさ、ビーフィーっていうシリーズが良くて、これなんでかというと、厚さ？ T シャツの厚さが薄すぎないでちょうどいいの。なんかさ、T シャツさ、白い T シャツってさ、こう買ってみないと、着てみないと、厚さがどれぐらいいいかわからないじゃん。で、これは、ほら、ほらって言ってもわかんないか。このね、T シャツの厚さが薄すぎないの。ちょっと分厚いの。で、これは私はね、子供服の140。ブカブカじゃなくて、ピタピタでもなくて、ちょうどいいのが欲しくて、こっちを買いました。で、一応2色。グレーも買いました。こういうさ、海外のやつはさ、あ、海外って言ってもこれ、ヘインズジャパンって書いてあるから日本だけど、海外のって大きさがわからないじゃん。なんか、レディースの S って言ってもめちゃくちゃ大きかったりするから、キッズがちょうど良かったりする。キッズだと、ちゃんとその140とか150とか10センチおきにサイズが展開してるし、あとやっぱここ、ここ下がね、長くないの。私は身長が150センチだから、レディースとかだとちょっとなんか、ビョンって長いのね。長すぎてちょっとバランスが悪くなったりするから、子供服だとここが、その丈が長すぎずちょうど良かったりする。で、子供服の方がなんか安かったりするから、お得です。そんな感じ。あ、あと、これ古着屋さんで、普通のヒョウ柄の何でもないスカートが欲しかったの。だからたまたま見つけたんだけど、こういうね、普通の何でもない、こういう長いスカート。なんかさ、ヒョウ柄って、私ずっと着てるんだけど、意外と、ヒョウ柄のさ、帽子とか、ヒョウ柄のジャケットとか、ヒョウ柄のボンテージパンツとか、ヒョウ柄のバッグとか、なんかね、スカートが意外となかったのね。特に長いロングの、
スカートって持ってなくて、なんか逆に新鮮だなと思って探してたら古着屋さんで安くあったので買いました。これ普通に T シャツに合わせたり、冬も黒系の古着のスウェットとかに合わせたら可愛いかなと思って、なんか使えそうです。あとは、あ、前さ、ズニ族のさ、ズニ族のインディアンジュエリーのズニ族のこのインレイのキャラクターのやつにハマりそうって言ったじゃん。でミッキー買ってスヌーピー買ったと思うんだけど、ミッキー買ってスヌーピー買って、でこれまで紹介したと思うんだけど、また買っちゃった。こちら。じゃじゃん。またスヌーピー。これ見せてないよね。見せたっけ？見せてないよね。多分前はこのスヌーピー見せたじゃん。でこのこっちのスヌーピーよりこっちの方がちょっとブサイクなスヌーピーなんだけど、可愛い。で全身雑なスヌーピー。これのネックレス兼ブローチがあったので買っちゃった。これさ、本当にさ、ズニ族のこのキャラクターのやつって年々どんどん高くなってるの。だから前も言ったけど、前は安い時は3万円台とかあったんだけど、今もう5万円台でも安いで、高いとこだともう10万円台とかするから、見つけたら6万円以内、もうちょっとか、7万円以内で見つけたらなるべく買うようにしてます。なんかね、聞くところによると、このこれってネイティブアメリカンの人たちのこの技術で作ってるから、この技術がある人たちが高齢化してるんだって。だからそれに応じてどんどん高くなってんの。だっていつか買えなくなったりするでしょっていう感じらしくて。でまたこちらも、これね、なんか名古屋のお店で見つけたんだけど、また買っちゃった。これ見て、これこれの多分同じ作家さんのピアス、デレンてれん。お、かわいい。見て。だから、このスヌーピーと、ちょっとちっちゃいピアス。だ、完全にお揃い。かわいい。だから、このピアスと、このピアスと、この、ペンダントヘッド兼ブローチ。スヌーピーが急に3つになっちゃった。かわいい。これはピアスなので、私はイヤリングだからまた作り直します。かわいい。あとこれも見つけた。あ、もうダメだ、ゾニ族がどんどん増えてくる。デレーン、トゥイーティー。なんか面白い、トゥイーティー。これなんかあれだね、手塚治虫先生のあれにも似てる。ひょうたん継ぎ、手塚治虫先生のキャラクターにも似てるね。このトゥイーティーのペンダントヘッド、これはチェーンがついてなかったんだけど、こちらも買いました。見つけたから。これね、そんな高くなかったの。いくらか忘れちゃったんだけど、5万円とか絶対しなかったと思う。これを買いました。だからズニ族が今回だけで 1,2,3,4 4個増えた。で、もともとミッキーがいっぱいあるじゃん。だからどんどん増えてる。
やばいね。そしてそのインディアンジュエリーのお店でこれ買っちゃった。デリン、ピンクのハートの指輪でね、これね、見て、ここ、これハートなんだけど、この裏も全部ハートがついてるの。かわいい、かわいい。だからこれは多分ピンクだからサンゴかな。多分ピンクのネイティブアメリカンのリングを1個持ってるので、それと同じ色だから、でハートで、あ、かわいいと思って、でサイズがそこまで大きくなかったので買いました。最近はジュエリーがどんどん増えてて、でなんでかというと気がついちゃったの。あのバッグってさ、あのかさばるじゃん。いっぱい欲しいんだけど、買えば買うほどかさばるから自分のお家が狭くなるじゃん。で私は整理整頓の鬼だから、いっぱい物は買うんだけど、それで物が溢れるのが嫌なの。だからいつも循環してるんだけど、でもさ、ジュエリーだったらさ、こんなちっちゃいからさ、いくら買ってもかさばらないじゃんってことに気がついちゃったの。だからバッグは買えば買うほどどんどんもう棚が埋まっていくけど、ジュエリーはもういっぱい買ってももう傘がこれぐらいだから、容量的に、お家の中の容量的にこれぐらいだから、で本当このネイティブアメリカンのゾニ族のアクセサリーとか、あとブランドのジュエリーだったらもう今が一番安くて年々値上がりしてるから、資産価値としてもジュエリーがいいなと思って、今バッグからジュエリーの方に興味がいってますっていう意味で、じゃじゃん、ティファニーね、2個も買っちゃった。こちらはじゃじゃーん、こちらです。これ名前なんだっけな、あ、これ名前なんだっけな、このティファニーのちょっとごつめのダルゴアナリング、ダゴルアナリング、ダルゴアナ、ダロゴアナなんとかリングって言って、なんかこっちがティファニーの T みたいな感じで、こっちがこう不規則な斜めになってるやつでね、これねすごい便利なの。これさ、どの指がちょうどいいんだ、これさ、こうやってやるとこういう模様だし、こうやってやるとまた全然違う模様だし、でなんかあんまりティファニーっぽくないから、こういうネイティブアメリカンのインディアンジュエリーと合う。かわいい。なんかこれすごい気に入ってる。これはオールドティファニーです。オールドティファニーが大好きじゃん。普通の、あの、今のティファニーも好きだけど、オールドティファニーもいっぱい集めてるので、買いました。かわいい。もうこれしてよ。かわいい。で、もう一個。こっちもオールドティファニーで、かわいいよ。でれん。こういう指輪。なんだこれ、ノック？こういうね、プチってついてるの。これがローズクォーツだと思う。ピンクだから。これもティファニーで、このローズクォーツのところがオニキス、黒いオニキスだったり、なんかエメラルドグリーンの翡翠だったり、ゴールドだったりシルバーだったりがいろんな種類があるんだけど、私はこのローズクォーツにしました。これもね、どこで買ったのかな、下北のどっかの古着屋さんで買った。だからティファニーがこれとこれ、だからこれとこれがティファニー、オールドティファニー、こっちがインディアンジュエリー。買っちゃった。かわいい。
あとはスヌーピーのズニ族がいっぱいと、トゥイーティ。今度ズニ族の特集もしなきゃ、どんどん増えてるからです。あとは、あ、これも、これどこだったっけな、高円寺かどっか、ロリータ18号さんとライブやった時に、リハーサルが高円寺のスタジオだったんだけど、その時にリハーサルの後にちょっと古着屋さんによって買ってきました。見て、中がズッカ柄で、中がじゃじゃん、同じくズッカ柄がこうやってあって、こんな感じ。なんかごつい、なんかそんなに高くなかったし、なんかその時は可愛いと思って買ったんだけど、似合うのかな、まあいいか、まあいいか。そして次、これこれはね、じゃじゃーん、ハルタのローファー。なんか去年セリーヌのローファーを買ったんだけど、すごい可愛いんだけど、すごい重くて、なんかね、足が痛くなっちゃったのね。だからなんかスニーカーみたいにポンポン履けるローファーが欲しいなと思って、で、そういえば高校生の時ってみんなローファーで学校通って、なんか走ったりしてたなと思って、あれ何だったっけと思って、あ、そういえばハルタだったと思うと思って、日本のあれだったらなんか走れるローファーがあるんじゃないかと思って、街でハルタを見かけるたびになんかいいのないかなと思ったんだけど、なんかこれがちょうどこう厚底で、ここがさ、こういう形の、なんていうの、ビット、わかんない、こういうやつがついてて、なんかあまり制服っぽくないファッションで使えそうだなと思って買いました。で、ハルタだからさ、もう日本のメーカーだしさ、老舗だしさ、もう質、機能は申し分ないし、で、履いたら軽かったし、これだったら、なんか走ったりするときにも、スニーカー代わりに履けるんじゃないかなと思って買いました。だから撮影の時とかはセリーヌを多めにするけど、これ普段使い。でもすごい可愛いから撮影にも使える。で、買いました。可愛い。冬にいっぱい履こう。あ、あとは、お洋服があった。こちらです。これは私がよく衣装で着させてもらってるアデリーさんっていうブランドなんだけど、かわいい、ほら、シフォンでパフスリーブ、かわいい。で、ここが多分っていうか、ここをこうリボンみたいに結んで、で、中のキャミソールもちゃんとついてます。だからこのキャミソールだけでも使えるし、これキャミソールだけでもなんか他のお洋服の時にも使えるし、で、これを重ね着して、で、可愛いでしょ。衣装とか、まあ、ライブの時とかにも着れるし、綺麗めの衣装でも着れる。で、これ水色とピンクがあって超迷ったんだけど、ピンクにしました。可愛い、今季の新作です。こういうのはさ、もうさ、もう上が上品で華奢な感じだから、下をスカートにしてもいいけど、デニムとかにしてもすごい可愛いと思う。これにデニム、これにデニムに、このローファーとかも可愛いっぽい。これ着るの楽しみ。あとは、ああ、やっと。お待たせしました。この辺が、ロエベとサンローラン。この辺が、この間の、御殿場アウトレットで買ったやつ。
そんなにいっぱい買わなかったんだよね。まずロエベ、ロエベはパーって見てあんまり今回はあんまりないかなと思ったんだけど、たまたまガラスのショーケースの中に入ってた、これ一目惚れしてすぐ買った。じゃじゃん、すぐ買ったっていうぐらいだから高くないです。こういう巾着のバッグっていうか巾着、前もさロエベのさヤシの木の巾着をさなぜか2個買いしたじゃん。これはなんかバラで、ま、好みのバラだったのと、ま、皮がここ持ち手が皮でちゃんと中にもロエベって書いてある。なんかこれ気軽に使えるでしょ、ま、旅行の時とかにさここにさ着替え靴下とかを入れてってさ、であっちついてからなんかバッグ代わりに使ってもいいし、巾着としても使ってもいいし、なんかいろいろ使えそうだなと思って買いました。ロエベのバッグ、バッグってか巾着とかもう布だから全然高くないよ。でこれはね見た時にああ私買うじゃんねーって思ったやつ。これはねサンローランなんだけど、でね頑丈だ、いやじゃじゃーん、じゃーん、千秋の歌 YouTube で最近おなじみ半袖スウェット、可愛くない？古着みたいで、なんか古着みたいで、私のマイブームの半袖スウェットで、サイズもそんなに大きくなかったの。だいたい海外のブランドってさすごく大きいんだけど、これはちょうど良かったので、普通にデニムにも合うし、このさっきのこのこういうヒョウ柄とかでも合うし、なんか何でも合うじゃん。半袖スウェットってさちっちゃいからさ、 T シャツみたいな感じで、秋冬なのに T シャツみたいな感じでこうやって、はぁ、あ、落ちた、わかる？これにも合いそうで、普通にデニムにも合うし、なんかプリーツスカートとかベージュのピンクハウスのプリーツスカートとか、なんか何でも合いそう。かわいい、すごいかわいい、この冬、秋冬いっぱい着そう。でさ、この今だとバーガンディっていうの、私の時代だとエンジワインレッド、エンジバーガンディ、この色がすごい好きで、ほらカルティエのさヴィンテージカルティエもだいたいこの色じゃん、この色で、私が初めてプロパーで買ったシャネルもこの色だったじゃん。だからこの色が好きなのかもしれない、かわいい。これがこの色が今流行ってるとか流行ってないとか関係なく好き。バーガンディもといワインレッドもといエンジ、あーでもこの組み合わせ本当にかわいい。もう早速明日これ着ていきたいけど、まだちょっと暑いかも。こんな感じです。あと紹介してないのあった？全部紹介した。なんかいろんな人に私の爆買いとか購入品開封動画とかが好きだからもっとやってって言うんだけど、こんなんでいいのかな、まあいっか。買ったものでした。以上千秋の購入品開封動画でした。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。インスタ、X、TikTok、Facebook、アメブロもよろしくね。
あとはポケビ100万人登録者運動をやっているので、ポケビが一日中全曲イベントをやるために100万人の登録したいです。チャンネル登録よろしくね。また見てね。バイバイキン。